蝶結び蝶結び、または蝶々結びとは、紐の端と端をつなげる結び方の一つ。花結びとも言うが、花結びという語句は、伝統工芸の飾り結びを指すのにも用いられる。英語圏では、シューレースノット、棒ノットなどという。蝶結びを結ぶには、まず紐の端と端を絡ませて人へ結びの状態にする。以下の説明では、この時点で、 左側の端が手前から右側の端が奥が出ているとする。次に両端をそれぞれ二つ折りにするが、右側のループを左側のループが囲むようにする。この状態で左側のループの根元の内端に近い方を右側に引き出せば蝶結びとなる。蝶結びされた靴紐蝶結びは、 本結びの両端を引き解けの状態にしたものと解釈することができる。つまり、蝶結びの両端の紐を外側に引くと、結び目は解けて人へ結びとなり、また蝶結びの状態から両端をそれぞれのループの側に引いて、引き解けを解消すれば、本結びとなる。また、本結びの結び方は誤ると縦結びになるのと、同様に、蝶結びについても二つの引き解けの部分を作るときに、 紐の上下を誤ると結び目が縦結び状になってしまう。蝶結びは主に一本の紐の端と端を結んで何かを縛るのに使用される。特に靴紐を結ぶ時に多用され、通常通りに蝶結びを結んだ後両側のループを一結びしておくとほどけにくくなる。このほか、書類を閉じるのに使ったり、風呂敷やリボンを結ぶために使われる。ありがとうございます。